さあ続いては938号車クッサーバッツァバッツァンキアンドリコクスポテンザ86です。トラブル続きではあるこのマシンですが、奥井吹も予選は良かったんですが決勝は走りきれませんでした。さあどうでしょう、ゾーンを取っていくウォール前はどうだ、アングルをつけて入っていった、舐めるようにアウトサイドゾーン3、そしてインクリップを取っていけている。草場の1本目いいですよね。さあ飛び込み今リプレイが流れている1コーナーの飛び込み、こうゾーンを取っていきましたきっちり。そしてもっとパキン感があったらかっこいいんだな、まあ、分かっちゃいます。さすがもう知らんすね。何言ってるんですか、もうその罰金大魔王ですね。あでも来た、でも80サーバー80ポイント1本いいですよ。続いてはサーバーユースケ938号車コーナー飛び込んでいくアウトサイドゾーン1、ここはなかなかいい形、そしてフリック返しアウトスリップ、草場の方がいい攻めをしている。ウォールも十分だ、草場も攻めていった。いいね、みんな攻め攻めだね。ウォール攻め始まりましたね。攻め攻めだね。ね、ウォールというか、はい、やっぱり手前の速度を落として、はい、明らかに安パイで行ってる走りよりも、はい、ドキッとする走りのがお客さんがやっぱりこう喜ぶってやつですね。ですね、うん、サバも攻めていきました。いやサバ攻めたね、だってね大丈夫かと思っちゃったもんね、はい、あの今までの印象であんまりこうねそういう印象はなかったんだ。88ポイントさあジャンプが登場、1本目どうだ飛び込んでくる。まだ単走優勝は確かにマジになかったように思いますが、さあ角度をつけて、そしてアウトサイドオッズ、なかなかのスピードから、そしてウォールの前もいい、そしてあとは出口のところに向かってアクセル踏みつけてインクリップを受けた。ジャンプ1本目いい感じですね。これ来てるでしょ、うん、これはいい、これ来てるでしょ。ワイドワン来ちゃった、ワイドワン来てると思うね。コーナーの踏み出しもいいし、ライン、ポイント、切り返すポイント、距離感的なものもいいよね。安心。山下選手もここ何年か見てますけど、どんどんやっぱ運転技術がお金に上がってますよね。うん、びっくりするぐらい。でも低い。88ポイント。お母さんも失敗した。お母さんはそうです、はい、本物のお母さん、本物のお母さんです。さあジャンプです、ジャンプももちろん攻めてくる。1本目は88ポイント。さあ角度をつけてくる、アングルをつけてくる。さあ先頭もつけて、ちょっとマシンが弾んだが我慢をしました。ボール攻めて弾みながら攻めていった。危ねジャンプは危ねえ。いやあれ結構負けず嫌いだねあの人。危ねえ。あのコースの変わり目のバウンドで結構やられちゃってるドライバーいるじゃないですか。もったいないのはここの ね、 ね、 アウトクリップがね。あもうちょっとね、うん、あとはこのバウンドの後、あの跳ねで相当っていったよ今。普通回っちゃうんですけどね。いや今自分もやべーと思ってたはずだけどね。いや勝負をかけてきましたチャンプ。ちょっとハートは入ってましたが82ポイント、ちょっとポイントが伸びませんでした。チャンプは88ポイントで勝負です。それを十分に考えてほしいのはこの男です。この男は一本で受けちゃうんですよ。行くことが好きですけど。麻生と呼んでくれというこの天貝雄一どうだ1本目。ちょっとフロントはどうだ。フラフラという瞬間があったんですが、さあゾーンアウトサイドゾーン1。スモークが上がっている、繰り返してタッチアンダーを取ってゾーン2も砂煙を上げていった。ウォールはどうだ、昨日のやっぱり
フリー走行のダメージがまだマシンに残っているのか、ダメージがぶつかったんですか。かなり左側大破ですね、リアセクション。とえやっぱあのウォールで、そうです、ウォールで右ですね、右はいかないでしょ、左、うん、はい。フロントもね、結構ホイールが傷んでるぐらい当ててましたから、本来1本目からね、熱いとこ見せるんですけども、ちょっと思うようにマシンが、そうなのかもしれないですね、動いてないような感じがしますね。さあ、という山川雄一1本目71ポイント、天川祐一、1本目はらしからぬその走りでしたが、例えばこの天川選手が76キロを出すと、はい、どんどんやばくなっていますね。さあ、天川が今、四方から飛び込んでいく、そのゾーンをトレースしていきました。繰り返してアウトクリップからアウトサイドゾーン2、ここもきっちり取っていく、ウォールはどうだ、攻めていく、天川が攻めていく、あとはアクセルを踏みつけて出口のところのインクリップ攻めていった、天川祐一熱男、これはちょっと決まったね、ちょっと今のはですね、伝わってきますね、今来たね、今来たよ、決めたでしょ、これ熱男の走り、ちょっと全然で角度はそんなにはないかったけど、迫力とあのウォールで取り返しましたね、なんかウォールでちょっとイメージが逆転したね、一気に走りのスタイルはすごくかっこいい、はい、さあ、あとはポイントがどこまで伸びてくるのか、うわー、来た天川祐一91ポイント続いてはカーナンバーは90平面の箕輪真嗣、現在ランキングは4番目、しかし239本、まだ分かりませんよ。さあ、飛び込んでくるこの黄色と黒のカラーリン、箕輪真嗣のマシンです。さあ、1コーナースモークを上げてラインをトレースしていきます。ゾーンは取っていったアウトサイドゾーン1、そしてアウトクリップから振り返して、ここまではなかなか箕輪らしい感じ、しっかりと取っていきました、ゾーンを取っていきました。いや、いい、すごくいいと思いますね、スムーズに、あのラインと全部がいい気がします、リスクを犯さないままちゃんとポイントを抑えて、かといってぬるいわけでもないというね、全然リスクは攻めてないんですよ、でも別にぬるくないんですよ、しっかり取りたいところを走ってますよね、リアタイヤが、ここもそうだし、ここもしっかり取ってるし、ここも取ってるし、ここ抑えてしっかりアクセル上げて、ここも取ってる、ウォールも良かったですね、これ理想、出口のインクリップもアングルをつけて取っていくと、すごくいいじゃないですか、すごく得点高いと思いますけど、スムーズな、そんなイメージを与えました。箕輪真嗣1本目、ただ我々はあれじゃうならないですね、うならないですね、はい、85ポイント さあ、続いては箕輪真嗣、堅実な箕輪、でもここはちょっと単走で一発見せておきたい、うわ来た、1位とアウトサイドを取っていく、さあ振り返ってゾーン2も取っていった、アダウォール攻めていくか、箕輪も攻めていった、やっぱり上位はうまいね、見せていく、インクリップをギリギリ狙っていった、このあの上位ランカーの2本目のこの予選はやばいね、やばいですね、面白いね、この辺り長かったね、この1コーナー進入、1コーナーすごい外から行ってる、これめっちゃ長かったよ、これサイド、本当だね、スーパーローグサイド、ここもアングルをつけて通ってるとこはいいけどね、飛び込んでいくウォール、そしてこの出口もしっかりと、さあ箕輪真嗣、まあ、最近気がつけば箕輪なんていうね話をしているんですが、来た、91ポイント上げてきた、やっぱり上げてきます、このあたり若いですね、23歳、まあ、とにかく今シーズンはですね、このフォーミュラドリフトジャパンはじめドリフトシーンで経験を積んでですね、
っていう話をしていましたが、最中のマシンスカイライン1コーナー飛び込んでいく。さあどうだ、スピードはもう十分だ、スモークを出ている、あとはいいよいいよ、いい感じの1コーナー分回してアングルをつけていった。さあアウトサイドゾーン2もいい、ウォーマーどうだ、ちょっと距離はアンダーチーズアクションを踏んでいる。さあさばきリコーナー1本目、あとイングリップを取って出口のところ、うわー、なかなかいい走り、1本目さばきリコーナーに、ね、あの今日ジャッジから拍手が出ましたね、今出ましたね。これはもう100点に近いんじゃないですか。100点ですか、出ますか。100点やってないと思いますけど、はい、相当いい、はい、飛び込みから思い切って自信持ってきてる感じが、もう目でもモニターでもはっきり伝わってきますね。1コーナーは本当に良かったですね。アウトサイドで角度の切り替えもすごい、はい、スピード感もありました。ちょっと減速をさせて、ボールが少しまだね、乗りしろありますが、ここからアクセル踏み込んでインクリップを取っていって、こういうのを待ってました、待ってました、ね、こういうのがいいですよね、うん。R31 ハウス、いや本当にあの角度の、わー来た、ほら92、これだ、92ポイント、拍手が起こる。やっぱりいいものはいいんですね、うん。いやあのだからあれがいいよね、あのスタイル38、スタイルとアングルが、アングル29、うん、ちょっと上がってきている、はい、そうですね。さあ先ほど92ポイントを持っている、おミスタートップ、トップのそば切りです。飛び込んでくる、もうちょっとまたまた思いっきりがよくやってくるのか、アングルをつけていった。ちょっとまだ距離を残しての、アウトゾーン、アウトゾーン1、そして2、なかなかスピードを乗せる、ウォールはどうだ、いい走りしますね。いや上手だよね、あのなんか車の動き見ててかっこいいなと思うよね。今のはね、1コーナー足んなかったけどね、あれが舐めるのがちょっと離れるのが早かったけど、はい、23歳ですもんね、23歳、23歳だったらまだ初めて行って広島ですよね。そうですね。さあ、ここに、1本目の印象はちょっと強かったんですけどね。1本目の印象よりはちょっと弱いな、似てるんですけど、ちょっと全体的にラインが来ちゃったね、はい、それでも88ポイント、それでも88ポイント、アクションが起こりました。もう一人、松川和也が登場です。お隣広島県ということもあって、今回は応援団もたくさん来るんですよね。なんかプレッシャーがきついって話を、チームとしてのプレッシャーがきついって、きつい、まあきついでしょうね。かっこいいじゃん。うわー、これはなかなかいい飛び込みをしていく。アングルをつけてタッチアンドゴー。アウトグリップ取っていった。わー、やばいやばい。ウォールは大丈夫か。いけるいける。わー、松川いい足にウォールを取っていった。ホンダウォー。そしてインクリップ拍手が起こる。今、小尺にも左足ブレーキやったね。さあ、ちょっと笑みが起こりました。松岡代表。今の1コーナーの進入が一番いいね。めちゃくちゃ速かったね。速かったですね。速すぎて飛んでっちゃうかと思いますけど、いけてたよ。さあその1コーナー進入、そのリプレイ、この振り返しも速かったです。これウォール前がちょっと流された感があったんですけど、はい、うまいことごまかしましたね。ね、確かにそう、ここからも踏みちぎって駆け上がっていくか。いいじゃん、こういうの好きよね。ね、あのやっぱり見ていると同じ感覚持てますね。うわっていう瞬間がね、今このドルーピー3台の中で一番いいね。おお、87ポイント。さあ続いては87ポイント、もっと松川2本目。さあ速さ見せる、マシンを壊さない程度にやってほしい松川。いいね、うわー、踊ってきた、お二人とも1位取っていった、アウトサイド2も取っていく、グーッとスピードして、ウォールはどうだ、攻めていった、距
強な松川は攻めている。うまい、うまいや。なんか久々に本物の松川を見ましたね。久々に松川、いやこれが松川ですよ、やっぱりですね。1コーナーのアクセルオンのバツなんか誰よりも速かったよ。1コーナー一番かっこいい ね。こっちでそしてゾーンを取っていきました。ここで小細工使ってんだよね、かなり。出口もきっちりと。さあ何点だ、持ちポイントは。これでも上がったでしょ、87ポイント、あとは90ポイントオーバーですよね。来た、トップに躍り出る93ポイント、そば切り高台を上回った。来たね、松川トップに躍り出る。トップですか、すげえ。もう上よっと聞くだけで、はい、ちょっと見たくなる気持ち出てくるじゃないですか。最近そうですよね。ね、うんうん、確かに。なんかやってくれそうじゃないですか。ありますね。今回も自信満々ですよ。しかし車の形は個性的すぎますね。でもちょっとアンダー鈴木に似てないですか。個性的じゃん。アンダー鈴木を車高上げてみたいな。さあさあどうしますか。話をしていましたが、飛び込んでくるスモークが上がっている。さあどうだ、1コーナー、うん、なかなかまだ1本目、そんな感じの走りを見せます。アウトサイドの2を取っていく、スリーボール、ウォールはギリギリだ。そしてスモーク上がりすぎくらい上がっています、スモーク。ミスターリミッターマンですね。いや、リミッターじゃないよ、あれ。あれなんですか、アンチラグ。アクセルオフしたのがすぐ分かるね。ちょっと俺が期待した上音の走るとは違ったんだけど、うん、少しこう、なんだろう、一本目意識してるんですかね。ドンとは来なかったですね。意外とだから行ってるんだけど、結構タイヤが支えてやってるのかもしれないね。ああ、そういうことなんですね。結構言ってると思いますよ、本人的にはっていう気の話を。なんかこう、でも87、87といいんじゃないですか、これ28、はい。あ、でもライン、アングル高いね。2番手に来ましたよ、87。87って高いじゃないですか。はい。さあ、続いてはレオです。レオカスイド、レオも狙ってくるんですよ。レオはもうトップを狙う走り、期待したいです。さあ飛び込んでくる1コーナー、アウトサイドゾーン1。うわー、ギリギリやってくる、持ってくる、スモークも十分。そして角度をつけて振り返して、さあアウトサイドゾーン2、持ち合わせ、ゴールだー。上尾の走り、これはどうだー。すげーな、クレイジー。半端なかったよ、いや1本目の走りと全然違うよ。煙がずっと残ってやったり出っ放しですね、これ。1コーナー、これきっちり取ってきましたね。ラインも完璧ですよ、はい、角度も完璧です。アングルもつけて、まあ、ボールはまあ決勝に残してきたかったかもしれませんけど、いや、すごい。うわ、これはどうでしょう、ジャッジ。どんな点数が上尾に出てくるのか。ここまでは83ポイント、あ、今日93ポイント、松川がトップなんですが、95ポイントだよ。来たー。来たー。ってなるよ。行こうか。4回完走優勝を取っている松山。さあ飛び込んでくる。昨年は97ポイント取っています。この岡山ラウンド。どうだー。1コーナーアウトサイドゾーンきっちり取っていった。スモーク十分、振り返してアウトグリップ、アウトサイドゾーン2も取っていく。ウォール前はどうだ。いやー、やっぱいいな。いい、綺麗に立ち上がっていきます。インクリップも取っていった。いや、僕が好きだな、増山のこのね、スムーズなビューティーな、ね、感じがいいですね。やっぱね、スピード感がなんかすごい高いよね。あ、そういうことね。落ち着くとかないじゃない。うん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 、すごく好きだな。だ、角度で全部スピードを止めているというか、コントロールしてる感じがあるから、一番あの車速を落ちたところの速度が、ね、高いそうだよね。止めてる感が一切ないんだよね、うん、特に新鮮的なのこの
スーパースピードが一番速いんじゃないか。あ、そうですね。しかも角度がついてってるから本当に振ってるんだよね。ミスター増山88ポイント、意外と低い。もう一伸びやってもよかったのかなという、ちょっとオール前の距離感もあったのかな。こちらのカッターとする作戦は97ポイントで岡山単走優勝の増山がさあ入れてくる。1コーナー飛び込んでくる。アウトサイドゾーンワンスモーク十分取っていった、きっちり取っていった。アングルをつけて振り返してアウトサイドゾーン2から、さあどうだ、あとはもう前だ、かっこいい、やべえぞやべえぞ、これさあ飛んでいく、これはやばい、これは100点でしょ、笑える、これね一番美しい、これはね半端ないなこの人。いや速度、ライン、角度、はい、全ていいよね。アクセレーションも最悪、戻してないもんね。なんなやっぱヘリコプターなんだよ、この人。ミスターヘリコプター。もうすぐ入ってるようになってるからね。あれが一番すごいよね、このすぐアクセレーション。全く躊躇なく踏み込んで旋回させてるから。これが増山。これはトップ出るはずだよね。これ出るでしょう。去年は確かね、スタイル2ポイントと、いやこれラインが1ポイントだけだったんですよ、マイナスが。去年97。おー、来た！ 97 ポイント。スタイルは満点だ。